はい。なんだ。チャーハンマニアユッキーの、今回食べるのは餃子王将の、じゃん、餃子屋のチャーハン。容量が 430g 入ってて、値段が400円ぐらいでした。高いです。約 1g 0.9 円ぐらいですね。おそらく。おそらく 0.9 円ぐらい。高い。まあ、うまけりゃいいんですけど、うまけりゃ。うまけりゃ熱。うまけりゃ熱だ。うまけりゃいいんですが、全体的に色が黒いですね。うまけりゃまあ、前回のザ・チャーハンよりはうまければまあ、いいはいいんですけど。ね。これはね、なんかアマゾンで売ってる王将のチャーハンとは多分ちょっと違うっぽいですね。餃子の具でチャーハンを作りましたって書いてありますね。ちょっと多分違うんだ。おそらく。では、いただきまーす。ん？これ、これ、ウェイパーじゃない？あの、昔、ウェイパー使ってたからわかるんだけど、ウェイパーっぽい味すんな。まあ、まずいから、いや、うまいんだけど、うん、普通にうまい。うん。うん、普通にうまいんだけど、うん。チャーシューが見当たらない？チャーシューないです。ゴロッと入ってる。ザ・チャーハンにはあった。チャーシューは見当たりません。うん。っていうのと、ウェイパー風味、なウェイパーっぽいで、ネギもあんまり入ってないです。ネギの風味もあんまないですね。なんか全体的に、チャーハンを、チャーハンと、チャーシューを、混ぜて、なんか、炊き込んだみたいな。全体的にた、なんか、チャーシューの、
味が、ご飯にします。これ、チャーシューの味です、多分。ウェイパーっていうか、まあ、チャーシューっぽい。ご飯自体が結構黒いんだけど、色が濃いんだけど、これ多分チャーシューの、今日は餃子系の味です。うん。うん。うん。肉が、なんか全体的に肉っぽい味。まあ、餃子の具でチャーハン作りましたって書いてあるから、多分、うん。餃子の中身とご飯をぐちゃぐちゃーって混ぜて、したような味。まずくはないんだけど、特にうまくもないですね。そのくせ値段も高い。うん。これは二つ星。ご視聴ありがとうございました。